ケビン・コスナーは、米国の映画俳優、映画監督、映画プロデューサー。監督、制作、主演を務めた、ダンス・ウィズールブズでアカデミー作品賞とアカデミー、監督賞を受賞した。1955年、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外のリグッドに生まれる、チェロ・キー族・インディアン、ドイツ、アイルランドの根欠である、少年時代より、野球や、 アメリカンフットボールに熱中し、ハイスクール時代には全米選抜に選ばれた経験を持つ。カリフォルニア州立大学、フラトン校で経営学を学び、卒業前にサウスアクターズコーポに参加。短期の就職期間を経て俳優業に専念することを選ぶ。下積みを経て女優フランシスで本格デビューするが、出演シーンは決定版でカットされる。 再会の時でも同じ目に遭うが、ローレンス・カスダン監督と親しくなり、シルバラードに出演する。同年には、ファンダンゴで主役を演じ、ケビン・レイノルズ監督と、以後も組むことになる。2003年、第56回カンヌ国際映画祭でのコスナー1987年、アンタッチャブルの主演に抜擢され、ショーン・コネリーや、ロバート・デ・ニールを相手に、正義感あふれる主人公を演じる。 ゲイリー・クーパーの再来と評価され、遅咲きながら、ハリウッドのトップスターの仲間入りをする。フィールド・オブ・ドリームスや、ロビン・フット、ボディーガードでは前期父親やヒーローを演じる一方、JFK や、パーフェクト・ワールドではシリアスな役柄にも挑む。監督業やプロデューサー業にも進出し、1990年のダンス・ウィズ・ウルブズでは、アカデミー賞の最優秀作品賞と、 最優秀監督賞を授与され、後のクリント・イーストウッドと共に、オスカー監督兼俳優としての地位を得た。1995年の、ウォーターワールドは、ハワイ島沖の巨大会場セットで撮影した、大作として注目されたが、期待されたほどの成績を収められなかった。ロビン・フットと、ワイアット・アープでは、ゴールデン・ラズベリー賞最低主演団優勝、ポストマンでは最低監督賞を呼び、 最低主演団優勝をそれぞれ受賞した。1998年から1999年にかけて、スバルのレガシーツーリングワゴンの CM に出演している。前妻のシンディシルバとはキャンパスから、下積み時代まで苦楽を共にし、3人の子供を持つ、おしどり夫婦として知られたが、ウォーターワールド撮影当時、コスナーのフリンスキャンダルが発覚し、年に、 医者料100億円を支払って離婚した。2004年に19歳年下のクリスティーン・バウムガートナーと再婚し、2007年に一時を設けている。また、元恋人との間にも息子がいる。1989年のエクソンバルディーズ号、原油流出事故をきっかけに、1992から1993年頃から、 石油回収技術を開発している企業オーシャンセラピー。ソリューションズに2000万ドル以上の資材を投じて、水と油を分離させる、遠心分離機を開発させた。2010年メキシコ湾原油流出事故において、事故を起こした BP は、この装置の性能を評価し、32台を購入する、契約を交わした。ありがとうございます。